でしょ、おばさんたち。ああ、うん。片付けなくていいの、この部屋。いいのいいの、こっちは留守番してんだから。大人だけとか言って言うとだけちょっくりしてついてる。悲願でる子供ね。うっせえな。にしても、ずるい、こっちにも首振らせてよ。悪い。だいたいどうしてクーラー壊れてるの。壊すのはいつも決まってるよ。そう。あ、イザム、今そこで遊んでるやつがね。え、ウォルトが今朝ウォーターホイッパーで部屋中に水撒いてクーラー壊しちゃったんだよ。気にしない気にしない。お前らもミクロ化して一泳ぎどうだい。気持ちいいぜ。こっちはもっと涼しいぞ。あ、夏は冷蔵庫に限るのである。風邪ひくぞ。あれ、アーサーは？あいつは疲れたから上だ。お、誰だよ。冷凍室のドア閉めたの。アーサー、ちょっと涼しすぎたみたいだ。なんとか無事みたいね。いや、すまない。なんでそんなになるまで出てこなかったんだよ。中は真っ暗でね、何も見えなかったんだ。下手に力任せにすると冷蔵庫を壊してしまいそうだったしね。お、この異常事態の原因については今のところ不明ですが、現在警視庁は羽田空港を閉鎖し、今問題の756便が消える瞬間の映像が入ってきました。なんと消えやがったぜ、こいつは。アクロイヤーの仕業だな。公平、それよりその飛行機。なお、この旅客機の乗客はご覧の方々です。ユータの名が乗ってるぞ。え、おじさんとおばさんの名前もあるわ。そんな。ただいま新しいニュースが入りました。東京地方全域で重力の異常が観測されているということです。信じられない光景です。巨大な建造物が浮き上がっています。なお人体への影響はないです。どうなってるの。わからない。とにかく一刻も早く消えた飛行機を探さなければ。公平、大丈夫、必ずユータたちは助け出す。アーサー、異変はここでも起き始めている。すぐに原因の調査に向かおう。公平、マミ、うん、ミクロッチ頼むぜ。この辺りに重力バランスの歪みが観測されているのである。何の変哲もない静かな海だけどな。いや、妙な音が聞こえる。レーダーには反応がないぞ。やはりここに何かある。接近してみるのである。オッケー。なんとか無事みてだな。しかしここは一体妙だな。海に落ちたはずなのに。気味悪いわ。あれ、あれはユータが乗っている飛行機だ。間違いないのである。船や新幹線も置いてるぞ。みんなこの異空間に吸い寄せられたに違いないのである。その通りだ。ん、you
何者だ。我々のレーダーにはこんな島は映っていなかったのである。特殊な結界で覆い隠しているのし、そしてこの星の重力を自由に操ることもできる。俺の忠実なるしもべ、結界中クラーケンの力を。クラーケンだと？なんだあれは。やはり貴様は重力戦士ゴルゴン。おお、俺の名を知っていてくれたか。ロマンショック。ゴルゴン？アクロイアで最強と恐れられた伝説の戦士だ。我々の故郷ミクロアースを破滅させたのもこの男ゴルゴンだ。昔の話だ。君たちの活躍は聞いているよ。どうだアーサー、過去は忘れて俺と手を組まないか。何？一緒に地球を征服しようと誘っているのだよ。バカな。地球は地球人の星だ。私たちは宇宙の平和を乱すお前たちアクロイアの侵略を許さない。ふん、逆らうのか。アーサー！逆らったところでお前たちは命を失うだけ。あの時計台の鐘が12時を告げ、地球征服を開始する。手始めに吸い寄せた飛行機や列車の乗客を海に沈めてやろう。ユータたちの飛行機を？人間どもと一緒に死ぬか、それとも俺と一緒に地球を支配するか、決まったらやってこい。みんな大丈夫？なんてやつだ。あんな結界獣に頭上を抑えられているとはな。あの目玉の化け物を先に攻撃するか。いや、そんな時間はない。12時になったら吸い寄せられた乗り物は全て海に沈められてしまう。じゃあ結界獣は僕たちがミクロステーションで攻撃するよ。公平。いい作戦である。時間がない以上二手に分かれた方がいいのである。よし、エジソン、公平、マミはクラーケンの結界を破壊してくれ。我々はゴルゴンを倒す。オーケーなのである。行くぞ。俺のしもべになる決心はついた。いや、貴様を倒して地球を守る。俺を倒すな、身のほど知らず。ならば俺と戦ってみる。ただし無事にたどり着けたらの話だ。危ない、石像が。何？アーサー止めろ。まずい、閉じ込められるぞ。走れ。ダメだ、間に合わねえ。任せろ、超磁力アクセレーターオン。オーディン、大丈夫か今。よせ、お前たちには支えられない。それよりここは俺に任せて先に行け。けど、もたもたするな。共倒れになってしまう。今は地球を守ることを優先すべきだ。行け、アーサー。オーディン、わかった。みんな行くぞ。すぐに片付けて助けに来るぜ。これくらいちょっと休んだら追いかけるぜ。くそー、大したもんだ。その声は、さすがは力持ちのオーディン。この石の壁を一人で抑えちまうなんて、いや立派。あ、スリッパ、便所スリッパ、コムラーチ。だけどてめえにはここでくたばってもらって。
ちゃぶ台。なんて！何？ついにこの俺がミクロマンを倒したぜ！見てくれました、デパブル様、やりました！やったか！しない。どうすんのよ。この結界獣を倒せるのはロボットマンくらいのものなのである。ロボットマン、どうなってるんだ。もうダメ。ダメダメダメ。聞こえるか、ユータ。姉ちゃん、マミちゃん、どうしてこんなことに。説明は後だ。とにかく今はロボットマンの力が必要なんだ。わかった。ポン来てくれ、ロボットマン。マミちゃん、ダメだ。ミクロッチの通信パルスもクラーケンの結界に遮られてしまっているのである。この水路を通らないとゴルゴンの部屋に行けねえってか。どうする。どんな罠が仕掛けてあろうと迷っている時間はない。急ごう。やってきたぜ。先に行け、ボルト。超磁力アクセレート、オン。スーパースピントルネード。へっ、どんなもんだい。ございました。俺が水の中に糸を張っていたことに気づかないとは。ジェンスパイド、お前はここでピラニトロンの餌食になる運命のようだな。ほなさいなら。さあ、どうやらこの上のようだな。ああ、人間が操られているのか。いや、あれは。見ろ、頭のところ。アクロ兵か。その通り、ピンポーン。いや、待ってたよ。地獄ピンチ。どうにもここまでたどり着けなかったら待ちぼけだもんね。持つべきものは友達。イザム、アーサー、時間がない。ここは俺に任せて先に行ってくれ。超磁力アクセレーター、オン。マグネットーだ。行け、アーサー。分かった。どうした？これでおしまいか？言えるな！アクロ戦闘隊いでえよ！行け！はぁー！全部まとめて、この俺が！一気に押しつぶせ！プチプチプチ！
である。3人のミクロッチを共鳴させない限り、この結界の中からロボットマンを呼ぶことは不可能である。残念だが、ユータとこれ以上近づくことができない以上。コウヘイ、エイソン、もう一度上に上げて。マミちゃん、どうするのである。できるだけユータのいる窓に近づけてよ。ん、コウヘイ、マミ、危険なのである。やめるのだ。マミちゃん、行くよ。え、あ、マミちゃん、頑張って。どうした？ミクロチからのパルスを受信しました。ロボットマン3体のエネルギーが急激に上昇中。それで、コウヘイ君たちの居所は？伊豆諸島沖です。通信が一瞬だったもので、それ以上は。こちら、チェンジトルーパーズドリル長。ドリル長、今どこにいる？研究所の上空だ、プロフェッサー K。 俺がロボットマンと一緒に向かう。頼む、ドリル長。よし、ロボットマンエース、バロン、クロス、射出準備。浮上用ブースター装着。射出。血を褒めてやる。だがここにたどり着いたことをこれからお前は後悔する。惨めだな。お前は俺の重力操作の前に指一本触れることなく死んでいくのだ。結界を貫いたことにクラーケンが怒っているのである。もうダメ、ユータ、ソーサンガーさん。あ、ロボットマンである。ドリル長もいるわ。エースのチェーンハンマーなのである。私が守ろうとした地球が俺のものになる時間だ。何？どういうことだ？俺の重力操作が。まさか俺のクラーケンが。それまでだ、ゴルゴン。お前、生きていたのか。イザム、俺のことも忘れてもらっちゃ困るな。ウォルト、この程度で俺たちの命を奪えるつもりだったか。ボディ、
僕もお忘れなくなのである。みんな、クラーケンは倒した。もう重力操作は封じたのである。よし、一気に型をつけるぞ。おい、甘いな、ミクロマン。アーデン三将軍、炎と化したクラーケンのエネルギーをゴルゴンが吸収しているのがわからないとは。結界が壊れた今こそゴルゴンが最強戦士となる時なのです。させておいてそれだけか。そう簡単には死なせない。あんたを離せ。コウヘイ、バビ、逃げろ。コウヘイ。エース、結界の雷を自ら浴びるとはね。自殺を選ぶ。いや、待て、まさかそんな。奴もゴルゴンと同じように結界のパワーを吸収しているのか。超磁力アクセレーターオン。あ、アーサー。何、死に損ないが。朝からものすごい陶器が。何、アーサー、頑張れ。あ、見て、あ、ユータ君の飛行機が火の玉に吸い寄せられていくわ。このままじゃ。ユータ、ファイヤー、アーサー。何をする気だ。ロボットマンが、アーサー、アーサー、ロボットマンのマグネパワーで加速してるんだ。ミクロマン、アーサー。
ミクロマンを倒すのはやはり我々アーデン三将軍しかいないようですね。楽しみだわ。アーサー、みんな無事か？もちろんである。ここは危険だ、離脱するぞ。おい、やっと出たよ地上に。地獄ピンチ、今おならしただろう。ところでここはどこ？行方不明となっていた JAC756 便ですが、先ほど羽田空港に突然出現したという連絡が入りました。花を本日よかった、ゆうたくんやおじさんおばさんも無事みたいね。吸い寄せられた他の乗り物も皆元の位置に戻ったようである。コウヘイ、マミ、ありがとう。イザム、このまま上昇してくれないか？え、どうするの？いや、君たちも旅行に行きたがっていただろう。だから私たちから宇宙旅行をプレゼントするよ。宇宙旅行？なーに、帰り道のついでに地球を一周するだけだけどな。そろそろ衛星軌道だ。外を見てごらん。宇宙から見る日の出なのである。うわー、綺麗。ああ、これからも我々の手で美しいこの星を守っていこう。なのである。Ha ha 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 ha!